ったが拡散したんでしょ。マジキメ。真似してる奴らもマジキメ。私の名前はレイナ。大学を卒業後に就職した会社はブラック企業で、精神的にも肉体的にもボロボロになってしまい、数ヶ月前に仕事を辞めて実家に戻ってきた。しばらく休んだらまた頑張ろうと思う。そんなある日、妹のルカも家に戻ってきたのだ。妹のルカはアイドルになるために上京してアルバイトを掛け持ちしつつ、オーディションを受けていたはずだったが。ただいま。おかえり。あれ、大きな荷物。どうしたの？お金がなくなったの。家賃払えないし。そう。オーディションはどうだったの？うるさいわね。アイドルになるのは簡単なことじゃないの。ルカの良さを見出せない奴らばっかり。ルカ悪くないもん。本当に嫌になる。じゃあもう諦めるの？まさか。ルカはこんなに可愛いんだよ。アイドルにならなかったら何になるわけ？そうね。っていうか、なんでお姉ちゃんまで家にいるの？まさか首？自分から辞めたのよ。しばらく休んだらまた働くわ。あ、社会不適合者ってやつ？アイドルの身内にそういう人がいると悪印象だから、早く就職してよね。はあ、妹のルカはとても可愛い。ルックスに恵まれていると思う。しかし、幼い頃から可愛い可愛いとチヤホヤされていたので、性格はかなりひねくれている。私のことをバカにすることを何とも思っていないのだ。ルカが実家に戻ってきてからは最悪だった。ちょっと、ルカより先にお風呂に入ったでしょ。うん、出かけて汗かいちゃったから。はあ？働いてないくせに何言ってるの？恥ずかしいと思わないの？就職活動で出かけてたのよ。遊びに出てるわけじゃないの。ふん、つまり今はニートってことでしょ。社会の底辺じゃない。ルカはアイドルになるの。ルカを敬いなさいよ。敬いなさいって、ルカも今は私と同じニートでしょ。ルカは違うの。すぐにアイドルになるんだから。ルカの SNS フォロワー数すごいんだからね。あ、そう。まあ頑張って。ルカは SNS を使って自分を売り込んでいるようだ。可愛いルカの写真を見るために多くの人がフォローしている。しかし私もルカに負けないくらいのフォロワー数を持っているのだ。それは趣味で上げている弾き語りの動画だ。試しに顔を隠して弾き語りを動画サイトにアップしたら、思いがけず多くの人から高評価をもらえた。ルカは歌っている動画をアップしたことは一度もない。なぜならルカは致命的に歌が下手くそなのだ。アイドルは歌って踊れるのが必須条件。そこを克服せずにどうするつもりなのだろうか。ルカと一緒に暮らすようになってから、財布からお金がなくなることがしばしばあった。ルカ、もしかして私のお金取ってる？はあ、言いがかりはやめてよね。疑いたくはないけど、ルカしか考えられない。自分で使ったの忘れてるんじゃないの？やば。はあ、最近新しい服を買いに行ってるわよね。お金ないくせになんで買えるの？関係ないでしょ。ママにもらったのよ。ママに聞いたらお金は渡してないって。あんたもしかして別のパパでもいるの？マジキメ。パパなんかいないし。いや、パパはいるでしょ。お父さんかわいそう。どうやら本当に取ってるよね。人の金盗むんじゃなくて、人の心を盗みなさいよ。マジキメ。そうやってルカのこと見張るの？ちょっともらったぐらいで大げさなのよ、ケチくさい。ふざけないで。家族でも許されないわよ。うるさいうるさい、マジキメ。ルカは悪くないもん。可愛くしてないとアイドルになれないの。羽なら協力しなさいよ。はあ、何を言っても無駄なのね。内面って外に出るのよ。反省しないと誰からも支持されないわよ。内面？マジキメ。は、何にも分かってないのね。アイドルは可愛ければいいのよ。そう思うならもう何も言わない。でも忠告はしたからね。この姉マジキメ、うざ。ルカの態度は日に日に悪くなっていった。性格の悪さって人に伝わるものだと思うんだけど、ルカはわからないんだろうな。そんなある日のことだった。
オーディションに落ちたルカは朝からだいぶ機嫌が悪かった。ルカ、家にいるんだったら家事を手伝って。私しかやってないじゃない。せめて自分の服ぐらいは洗いなさいよ。はあ？ルカはアイドル活動が忙しいの。ニートに文句言われたくない。私は家にお金を入れてるわ。それに、もしかしたら就職できるかもしれないし。あ、そう。どうせくだらない会社なんでしょ？ルカはそんな人生考えられない。たくさんの人から注目されて、ルカの可愛さを最大限に活かすの。はいはい、そういう日が来るといいわね。何よ、あんたなんかにルカの苦労がわかるわけないでしょ。パパやママだってルカのペースで頑張りなさいって言ってくれてるし。甘やかされすぎなのよ、それに気づかないなんて。うるさい、居候のクソニート寄生虫は出てけ。あのね、出てけ。あんたがいるとルカのアイドル活動に支障をきたすの。もういい、我慢の限界だ。もう許さない。私は荷造りをしてすぐに家を出た。家を出てもやっていけると思ったからだ。実は私は芸能事務所からオファーを受けていた。歌手として活動してみないかと言われたのだ。人生一度きり、私は思い切ってチャレンジすることにした。昔から自分で曲を作っていた私は、オリジナルの曲でデビューをすることになった。思いのほか反響があり、デビュー曲が飛ぶように売れた。そんなある日、ルカから連絡があった。ちょっと、どういうことなの？なんであんたがテレビに出てるの？歌手デビューしたの。はあ？オーディション受けてたってこと？事務所の人からオファーもらったのよ。何それ、聞いてない。ルカに言う必要なんてないでしょ。何ですって？それでルカはアイドルになれそうなの？なるわよ。今はまだ所属するところが決まってないだけで、ルカだってなれるもん。ああそう、なれるといいわね。ち、先にデビューしたからっていい気になってんじゃないわよ。あんたの人気なんてすぐに地に落ちるんだから。絶対そうなんだから。はいはい、悪いけど今からレコーディングなの。切るわね。何よ。そこで私はあることをひらめいた。ねえ、私がルカのことを売り込んであげようか。え？ルカの歌ってる動画を送ってよ。いいわよ。その代わりちゃんと偉い人に渡してよね。ルカのこと絶対デビューさせてよね。はいはい。数日後、ルカの歌っている動画が届いた。相変わらず下手くそ。某アニメのガキ大将の方が上手なんじゃないのかな。私はそれを SNS にアップする。もちろん私だとバレないようにだ。多くの人に見てもらうために、レイナの妹というフレーズは忘れないようにしないとね。動画をアップして数日、ルカから連絡が来た。 SNS にルカの動画がアップされてるんだけど、どうなってるの？へえ、なんでだろうね。あんたがやったんでしょ？ひどい、どうしてくれるのよ。ルカの SNS に誹謗中傷のコメントがいっぱい来てるの。歌が下手くそすぎて吐き気がするって。いやいや、ひどいのはルカの歌でしょ。事務所の人に見せてくれたんじゃないの？ルカはデビューできるんでしょ？はぁ、本気でアイドルになれると思ってるの？ SNS に届いてるのが多くの人の本当の気持ちだと思うけど。こんなの一部の人間に決まってる。心が醜いのよ。ルカに言われたくないと思うよ。こうなったのは全部あんたのせいだ。責任取れ。はあ？歌が下手くそすぎるルカの責任でしょ。へ、下手じゃないもん。味があるの。これからボイトレとか受ければもっと上手くなるんだから。いや、もうそういう次元じゃないって。何？耳腐ってんの？何よ、ルカはアイドルになるのよ。姉なら妹の夢を手伝いなさいよ。はいはい、とりあえずバズってるのは確かだから、事務所の人に聞いてみてあげるよ。どういう結果になっても恨まないでね。いいからルカを芸能界に入れさせて。必死。私は事務所の人にルカのことを話した。すると事務所の人は面白いネタになると言ってくれたのだ。聞いて、ルカテレビに出ることになったのよ。しかも歌番組なのよ。うん、知ってる。事務所の人がルカをテレビ出演させようって言ってくれたのよ。私はどうなっても知らないからね。
出演するかどうかは自己責任でよろしく。はあ、ルカが有名になるのが怖いのね。あんたより人気になってやるんだから見てなさい。いや、それはいいんだけど、まあどうでもいいや。歌が下手すぎるルカに歌番組がオファーって、どう考えてもネタ枠に決まってるのに。案の定、ルカは歌下手という番組に出演していた。しかも一般人枠で。番組出演をきっかけに人気になれる人もいる。しかし、ルカはあの性格だ。その態度の悪さが周りに伝わってしまっている。あれだけ忠告してあげたのに。結局ルカは性格の悪さも相まって人気が出ることはなかった。番組の出演後、ルカからひっきりなしに連絡が来るようになった。姉でしょ、なんとかしてルカを芸能界に入れなさいよ。はあ、自分の SNS に来てるコメントとか読んでる？ルカは必要とされてないよ。うるさい。デビューすればみんな変わるはずよ。ああ、でもあんたのモノマネがバズってたよ。本当？マジキメーってみんなやってるよ。あんたが拡散したんでしょ？マジキメー。真似してる奴らもマジキメ。本家が見れて笑っちゃうわ。それがアイドルの言葉遣いなの？マジキメ、マジキメ、マジキメ。ルカはすごいんだから、可愛いは正義なんだから。いい加減現実見てよ。これ以上やめたら恥をさらし続けるだけだよ。何よ、何なのよ。ルカはアイドルなんだもん。哀れ。結局ルカは今もアイドルになるのを諦めずにいる。どう考えても無理だと思うんだが、まあここまで来るとちょっと面白くなってきたので、芸人路線で芸能界に入ることを提案してみようかと思う。私はルカのおかげでさらに人気が出ている。より歌のうまさが引き立っているので、ルカに感謝かな。